こんにちは、ビートブノのブノです。今回もファンタジーゾーンクリア目指して頑張ります。最後までぜひご視聴ください。いつものように第1ステージから第6ステージまでの途中経過は早送りで進めます。第1ステージボス、スタンパロン。口の中が弱点です。第2ステージボス、オランダ。フラスコの周りを回る弾が弱点です。第3ステージボス、コパピーチ。レーザー砲が弱点です。油断してるとやられます。第4ステージボス、グラムンガー。触手を赤くすると倒せます。弾がいっぱい出てきて逃げ遅れることあります。死にました。再チャレンジ、次こそ倒します。
第5ステージボス、ポッポーズ。難しいです。まだいっぱいです。避けきれないと当たります。やられました。再チャレンジ。スピードが遅いので弾避けるのも大変です。弾避けるのに集中です。これを通す。お、やりました。コインの取り忘れにはご注意ください。第6ステージボス、ウィンクロン。この前はここでやられました。今回はぜひ倒したいです。真ん中の目を打つと倒せます。目の色がだんだん変わっていきますので皆さんご注目ください。やった、倒しました。コインの取り忘れにはご注意ください。ここから第7ステージ。ショップに入りセブンウェイショットを買ってガンガン進みます。2つ壊せばボス戦です。よし、位置全部倒しました。これからボス戦。第7ステージボス、アイダー2。とりあえず顔が全部くっついたらショットを打ち込めば勝てます。だんだん赤くなってます。よし、やった。コインの取り忘れにはご注意ください。ここから第8ステージです。ここは今までのボスが全部出てきます。1番スタンバロン。
クロン。真ん中の玉、目玉をやります。赤くなってきたら倒せる証拠です。頑張ります。やられました。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。おやちぎ系 YouTuber を目指しいろいろ投稿してます。ぜひチャンネル登録もお願いします。